麻雀遊戯王。麻雀遊戯感想戦。さあ、この企画はプロ雀士の方に感想戦を開いていただきまして、プロ雀士の方の考え方、その思考性をたどってみようという企画でございます。こんにちは、リピン君です。そして今回感想戦をしていただくのは本田智弘君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで感想戦なんですけども、はい、本田プロ感想戦とかやられてますか？もう大の苦手ですね。あ、そうなんですね。はい、なるほど。どんな時に感想戦とかでやられます？いや、麻雀終わりですよね、はい、対局後。そうかそうか、まあそうです。麻雀後に感想戦、はい、対局後にやられますよね、はい、すいません、我々の感想戦ってちょっと違いまして、はい、その一般の感想戦っていうのは、はい、将棋とか麻雀とかの対局後にですね、はい、そのどんな対局だったかっていうのをみんなで振り返って、はい、で対局中の着手の前手とか、はい、良し悪しとか、その局面における最善手などを確かに検討することだと思うんですけども、麻雀遊戯王の感想戦はですね、美味しいものを食べたり、面白い本とか映画を見た時に、はいはい、その感想を言い合う戦いになるので、だいぶハードルは下がってます。戦う必要あるんですか？俺の方がいい感想言ったぞっていう感想戦なんです、はいはいはい、ただ今回は本田プロお一人なので、まあ、戦うわけではなく、はい、感想を言っていただきたいということになるんですけども、はい、今回本田プロにはですね、マリチューさんなんです、はい、マリチューさんだと思う、マージャン営業のアシスタントの長澤マリナプロ、はい、そのマリチューさんがですね、写真集を先日出されましたので、はい、その写真集を読んでですね、はい、皆さんにその魅力を余すところなく感想戦で伝えていただきたいなと、はい、どれだけその写真集が素晴らしいかというのをちょっと言っていただきたいなと思っております。わかりました。普段の感想戦は苦手だというのを聞きましたけども、はい、この感想戦いかがでしょうか？なんとか頑張ります。ありがとうございます。ということでですね、マリチューさんから事前にメッセージもいただいてるので、はい、まずはそのマリチューさんのメッセージをちょっと見ていただきましょう。はい、マリチューです、CM リーガーおめでとうございます。 M リーガーになった本田さんに私の写真集を見てもらいたいと思って動画を残しました。見どころはですね、結構ストーリー性があるロリなんですけど、最後のページに行くにつれてどん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 刺激的になっていくので、最後まで堪能してください。マリチューの合法ロリ巨乳写真集、合法、いっぱいいっぱい楽しんでください。またねー。ということでですね、はい、合法というですね、はいはい、ギリギリ合法の写真集が、ね、はい、出ましたので、そちらをちょっと本田プロに今回見ていただきたいと思います。そのマリチューさんのね、はい、今言っていただいたのが、まあ、なんて言うんでしょう、アドバイスといいますか、はい、そのストーリー性みたいなのを見ていただいて、はい、それちょっと早速手に取っていただきましょう、はいはい、これがストーリー性があるわけですね。そうらしいです。その中はどうやらストーリー性があるそうなんですよ、はい、ただイーピン君とかではその、はい、うまいことを言い表せない、感想で言い表せないので、はい、本田プロに読みながら、はいはい、いいんですか？なんか無料で。いや、何をするんだろう。これも本田プロにしかできないと思いますから、はい、はいはい、ぜひお願いいたします、はいはい、すごいかっこいい感じで、はい、すごいかっこいい感じで写真集読んでる。いきなりもう刺激的ですね。あ、もういきなり刺激的ですか？はい、これずっと続けるんですか？ずっと続けていきたいと思って。そのページはどうですかみたいなのじゃなくて、だってやっぱ我々は見れていないので、はい、本田プロが目に留まった、はい、あ、ここはっていうところを言っていただきたいです、はい、ライブの、はい、なんていうんですかね、はい、パンチラしてますけどこれはストレートな表現、はい、なるほどなるほど、はいはい、常にパンチラしてます常に、はい、すごい刺激的な写真集ですね、はい、水着に移行しましたね。あ、水着に移行しました。なるほど、はい、水着に移行されて、どうでしょう、今のところストーリー性感じられますか？いや、感じるんですけど、はい、なんかあんまりちょっとコメントしづらいですなるほど。まあまあ、ちょっといろいろとね、はい、もう言い方に気を使ったりする場所であるかもしれませんね。いや、もう、はい、わざとなんですよね、これはそうですね、おそらく写真集なんでわざとだと思います、はいはいはい、決して気づかないうちに撮ったよってことではないと思います、はい、わざとですね。そのマリチューさんの撮られてることを知って撮ってる写真集だと思いますので、はい、いや、ちょっとわざとにしてはなんか悪意がありますよ悪意を感じる、はい、なるほど、はい、それはポーズに悪意を感じるということですか？格好に悪意を感じる感じですか？
この演出に悪意もかけない。演出に、まあ、気になるな、はいはい、これはやっぱ本田プロさすがですね、はい、我々やっぱ見たくなりました。演出に悪意を感じる写真集ってそうないですから。何ですかね、これやっぱりどう考えても悪意ありますよ。どう考えても、どう考えても悪意がある、はい、なるほど。わざとなんですかね。まあでもおそらくわざとなんですよね、はい、いや写真集にしてますから。わかりますよね、これ多分。わかってますよね。伝わってきますよ、伝わってきますよ、はい、はい、悪意があるというところ伝わってきてますよ、はい、ちなみに、はい、長澤さんって今年は、本人は誕生日の時に17歳だっておっしゃられてましたけど、はい、ウィキペディアにちゃんと年齢があるんですけども、はい、20代中盤です。はい、中盤なんですか。ウィキペディアを参考にさせていただければ20代中盤ですね、はい、でもあくまで合法だとおっしゃってますので、合法だ、ね、ちょっとストーリー性はいまいちよくわかんないですよ、ね、なるほど、まだわからないと。制服から水着に移行して、はい、水着からまた制服っぽいのに移行しますよ、ね、あ、なるほど、移行したと、はい、あれってことは、はい、学校に来てプールに入っ て、ま、もう一回着替えて、さあそこからじゃあさらにまた何かあるのかもしれないですね。ありそうですね、はい、すごい。あ、これはさすがのストーリー性、本田プロもページを進める手が早くなってきました、はいはい、うん、やっぱりいまいちよくわかんない。まだまだストーリーはね、まだストーリーはわかんないですね、はい、なんか下着になってるんですけど、はい、音楽室、ああなるほど、音楽室で下着姿になって、はい、で、なんか突然わけわかんないところに移行しました。突然わけのわかんないところに、はい、気になる、これは気になりますね。ストーリーあるんですよね。ストーリー性がある、ストーリー性があるとおっしゃってました。はい、でもこれはまあ皆さんに想像してほしいっていうことなのかもしれないですね。そうなってくると明確にストーリーがあるというよりも、こうストーリー性を感じてほしいという方なのかもしれないですね。今のところ本田プロはストーリー性よりも悪意を感じてるっていう。そうですね、今のところまだストーリーは 見えてこない、ね、見えてこない、なるほど、はい、見えてくるのは大体パンツですね。素敵な写真集じゃないですか、とても素敵な写真集じゃないですか、はい、ちょいちょいなんかさっきからよだれ出るんですよ。あ、じゃあとても刺激的だということがすごい伝わりました、はい、まあまあ、まあ刺激的ではあります、刺激的では、はい、そうですね、やっぱりスタイルも抜群ですし、うん、あれなんですけど、うん、ストーリーは見えてこないですね。まだ見えてこない、はい、ロリっていうのをなんか、はい、なんとなく、なんとなくっていうか分かりました、分かりました、はい、ストーリーは分かりません、はい、分かりません、まだ分かりません。それが気になります。なるほど、もしかしたら急にね、こう、はい、後半からどんどん引き込まれてくるかもしれませんからね。あ、まあ、ちょっとずつ危なくなってきました、ね、ちょっとずつ危なくなってきました、はい、最初の状態でもね、結構刺激的だね、まあそうですね、格好だったっていうのを今ちょっとずつ、はい、皆さんが喜ぶよう、なるほど、さらにそういったところに、はい、ちなみに過去いろんな写真集とかグラビアの写真みたいなのは、はい、買ったり読んだりされたことあるんですか。はい、まあ、ないと思います。じゃあこれも初めてですね、はい、これは、はい、あ、17歳の時の写真集ってことなんですか。もしかしたらそういうテーマがあるのかもしれないですね。そういう、だから制服も着てますしね、はい、まだ制服着たんですよ。ちょっとずつ脱いでってまだ制服かよみたいな。まあまあ、ぐいぐい引き込まれてるじゃないですか。ちょっとずつ脱いでってかと思ったら、あ、まあ制服着やがって。そう、終盤にね、差し掛かった気がしますけど、あの、まだ半分ぐらいですけど、まだ半分ぐらいですか。半分いってまだストレス感じないですか。感じないですね。なるほど、高校時代みたいな、そんなぐらいなメモリアルな感じ。はい、こんなにじっくり写真集があんまりないですからね。いや、いい絵、はい、いいです。これまだ半分も続けるだとすると、ちょっと半分だとね、はい、これはもう時間もなくなってきてしまいますので、はい、ザザーッとこう読み進めて、はい、バスケやってますよ。バスケやってます。バスケやってます。僕バスケ部だったんで、はい、ああそうですよね、はい、でこうパラパラっとこういいんですか、ちょっと突然パラパラっと行きながら、はい、目についた、まあ、どんな後半過激になっていくらしいので、過激になったところとか、はい、目を引いたところでちょっと止めてコメントしていただきたいな。よっしゃ、毎回になるじゃん。とんでもねえ、とんでもねえポテンシャルの写真集だった。セクシーにシフトチェンジしてきましたね。あ、じゃあこれがストーリー性なのかもしれないですね。最初はその制服を着たりとかしてね、こうちょっとね、幼い感じだったけども、だんだんとセクシーに大人っぽくなったみたいな。いや、そうでもないです。そうでもなかった。急にちょっとコスプレっぽくもなって、
きましたし、ああなるほど、はい、プレイカーもでもやっぱり制服に戻るんですよね突然。じゃああくまでメインは制服なんですね。制服っすね、すごいっすね。学生時代にやっぱこういう人いたら人気出ますよね。いやクラスメートでいたら、ね、大人気になっちゃいますよね。ほんとまた制服ですよすぐ制服に戻りますね、うん、制服を着たがりますね。制服を着たがります制服を着たがりますね、はい、なるほどなるほど、これはいいアドバイス。まあなんとなくわかりました。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあこう最後までこう見終えた上で、はい、ラツにちょっと総括的な感想をいただけますでしょうか、はい、はい、高校時代って感じですか総括したら高校時代って卒業までの物語ですか。なるほど、はい、高校時代の卒業までの物語、はい、大人になっていく姿みたいな感じ。あ、いいですね、はい、素晴らしい、はい、大人になっていく、卒業までに大人になっていくっていう、はい、いいストーリーですね、はい、いや今これを聞いた方は大分と興味をそそられたんじゃないですかねいいコメントできました、ね、いいコメントできました、はい、すみませんまた制服だよっていうのがすごいこのマネージャーさんの写真集はマネージャーさんがクラウドファンディングをして、はい、作られた写真集でして、はい、そのクラウドファンディングに投資された方にお渡しするものだったらしいんですけども、はい、好評人気だったので、はい、これを Amazon から発売することになる、はい、ということだそうです。もし興味を持った方はぜひですね、はい、Amazon の方をチェックしていただいて買っていただけたらと思います、はい、その表紙もですねちょっとまた別の表紙ご用意されているということなので皆さん手に取ってみてください。本田プロの、ね、アドバイスを参考に本田プロの感想戦を参考にですね、はい、中身想像していただいて、はい、はい、Amazon 見てみてください。いや本田プロ今日はもうこと細かに感想をいただきましてありがとうございました、はいはい、でも感想戦が苦手とは思えない感想でしたよ、はい、スケベな絵が撮れましたなんなんでしょうね、すごくずっと爽やかでありました、はい、ずっと爽やかで、はい、だから思いました、もう次スケベなんだなって思いましたね、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お願いします。さあということでこの動画が面白かった、あとはですねマリチさんの写真集にとても興味が持ったという方はぜひチャンネル登録そして高評価をお願いいたします。ということで今日はここまで、またねー。